なんか、あんまりね、頑張ってないのに、今日はなんかもらえたんですよ。さっきのバーベキュー。なんか、ハロウィンらしい。ハロウィンってなんかお菓子もらえらしい。ちょっと、まあね、そんな感じなんでね、ウルフがね、ちょっと僕も、なんか謎の頃に着させてくれて、あの、ハロウィンウルフ。まあ、色合いがね、ちょっとこのオレンジと茶色って、あの、オレンジ味の、オレンジピールのチョコみたいなの美味しいじゃないですか。なんだかなんか、そういう感じで、ね、ちょっといい、いいなと思いました。ハロウィン特別企画で、ウルフッパラとしてはですね、まあ、筋肉マン好きなのか、ウルフの筋肉マン予想っていうね、毎週1個コンテンツ入れていこうかなっていう、筋肉マン好きの、アベンジャーズスクールのチャンネル登録者の中の、筋肉マン好きの皆様、お待たせしました。筋肉マン予想です。あの、いつもね、筋肉マンネタで例えて喋るじゃないですか。ウルフパラとか、あの、羊もたまに出しますけど。なんかね、全然伝わらないらしいんですよ。ちょっともうちょっと、筋肉マン好きな人がね、あの、アベンジャーズスクールのチャンネル登録者に、せめて20人はいてほしいな。その中で、ああじゃないか、こうじゃないかってやるだけでも、全然楽しかったですよ。いっぱい200人、2000人とかいらないです。でも、もう知ってる前提でやってますよ。今はね、あれですから、フェニックスチームがね、その1個前はビッグボディーチーム来て、ジホーレオパルド行きますもん。あの、号令かけてくれって、なんかレオパルドが言って、ビッグボディーが行けるよ、みたいな感じのあの昔のあれから入るっていう、あそこからやる必要なのかっていう。昔からあの36巻まで筋肉マン読んでた筋肉マン読者からすればね、もう分かってはいても、まあ感動です。良い子の諸君のことです。良い子の諸君の皆さんはあれで誰かの話をね、今度ね、まだビッグウェイ戦ってないですから、ビッグウェイはね、これからあのフェニックスと組んで戦うって話なんですけど、でこの前ですね、プリズマがキュ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 って言いながら、なんか、フングの神、イカの神のバイコーン、タイコーンとバイコーンか、なんか、パコーンミラーなんですけど、まあ、そんなのが出てきたんですね。ちょっと、筋肉マンのキャラらしからぬ変な、あの、タッチの仕方で、あれはちょっとね、筋肉マン読者からお叱りの、あの、ツイッターで来てるんですかね。ちょっとあのキャラがどうかなってなるんですけど、でもですよ、ここのポイントを書きましたけど、バイコーンどうなんですか。まあ、フングの神ですから多分怒ってるんですよ。怒り。で、この、まあ、2番目も同じですよ。プリズマ勝つのかってことですけど、これどう考えてもですよ。皆さん。プラネットマンと同じ立ち位置だと思うんですよ。プリズマンってなんとなくね。ちょっとここら辺はいろいろ賛否両論欲しいんですけど、プラネットマン負けたじゃないですか、この前。プリズマン勝たせます。っていうか、誰か勝たして誰か負けた方向に持ってかなきゃいけないですか。あの、フェニックスチームも元から強いんで、だって。ボス、最後のボスキャラたちですから、フェニックスチームって。その中で負けさせるとしたらですよ。やっぱプリズマンですよね、この中だって。あんまスパン負けさせますよね。あんな、あの最強キャラを。マンモスマンって、ウォーズマンっぽさあるんですよね。で、なんか、あの、ヒントは筋肉マン2世だと思うんですよ。2世の時にマンモスマンの扱いあんま良くなかったですよね。ってなると、ゆで先生はですね、マンモスマンの扱いそんなに、あの、なんつうんだろう。36巻までのあの最強キャラっぽくするのかなっていう。でもね、もう一つヒントは、人気キャラコンビ投票みたいなので、野獣無限のパワーとかあったんですよ。バッファローマンって言うと、あとちょっと匂うな、臭いなっていうのは、やっぱその2世のところで、ウォーズマンがマンモスマンを探し当てて、あれ出たじゃないですか。で、今回ラーメンマンとウォーズマンのところにマンモスマンやってきたじゃないですか。ここの絡みなんか2世の伏線回収というか、なんか
あ、だからウォーズマンはこの後、未来に行った時、マンモスマン探し当てたのかみたいなのは、なんかやりそうな雰囲気をちょっとくんするところもあるんですけど。そんなの負け出せますかね。ってなると、まあ、サタンクロスな、強いんだけどな。強いけど、ちょっとこの前もアシュラマンの、が不遇にやられたじゃないですか、最強が。で、師匠のサタンクロスも不遇な目に合わせるかな。寄生虫サタンクロスもいたからね。あれがどうなるのか、サタンクロスかなり強いですけどね。ってなると、普通、これ、まあ、フェニックスこのまま負けたから、多分今回負けないと思うんですよ。2連敗させますかね、フェニックス。そんな不遇にします。ビッグボディが2連勝するっていうのも、ちょっとなっていうのもあるんだよね。フェニックスとビッグボディにボコボコにされて、こっち側の超人たちですね。知性と合力じゃないですか。で、これも、元神というか、その神対神になってるんだよ、このところは。ってなると、何の神と何の神が出てくるかですよね。ここはちょっと面白いと思いますね。神、タッグマッチですから。でもこれフェニックスビッグボディ負けちゃうととんでもないことになるじゃないですか。あ、神が負けるのかな。めっちゃめっちゃ負けてるなって。これ、なんか容量がいっぱいになったっぽい雰囲気だよな。なんか大丈夫かな。つなぎ合わせる。どこ話したっけ。あ、だから、そうなんですよ。このプリズマン、サタンクロス、マンモスマン、フェニックス&ビッグボディの中ですよ。誰を残して、誰をいなくさせるかってなったら、サタンクロスとマンモスを負けさせてですよ。プリズマンを残すってちょっとね、でもね、プリズマンもカピラリア光線と関係してるんですよ。で、今回カピラリア光線にすごい、ね、関係してる戦いなわけですからね。ってなると、プリズマンも結構重要超人なのかなという、ちょっとここ引っ掛け問題もあるんですよね。ってなると、まあ、プリズマンもどうでもいいやって話になって、サタンクロスとマンモスマン、どっちかご退場させ、どっちか残すとしたら、どっち残したいですかって話なんですよ。こっから、だって絶対ロビン出てくるじゃないですか、どっかで。ってなると、ロビンと因縁があるのはマンモスマンですよね。なると、マンモスマンが残すのかと。アシュラーマンとサタンクロスなんですか。ザ・ニンジャとサタンクロスじゃないですか。で、アシュラマンボコボコにされたからあれ、どうなんですかね、ジャスティスマンね。死んでんすかね。そこ、でも死んじゃ、2世の話を続かないんで、ボコボコにされたってだけなんですかね。ってなると、サタンクロス&アシュラマンね、その絡みみたいのが、ここ、昔の読者たちをくすぐるポイントの一つもありますから、ここは難しいところですよね。どうするのか。ザ・忍者はこれは勝ってますからね。だから西洋忍者&和風忍者のタッグとかそういうのも、なんか、ゆで&そのね、編集者の方が狙おうとしているポイントでもあるし、あれだけやったわけじゃないですか。ジホ・レオバルド行きますんとか。ってことは絶対今回、大磯田線のあたりの絡みを意識してもうちょっとくすぐりには来るはずなんですよ。どこをくすぐりに来るかって話ですよね。で、オメガマン。ちょっと、この7番。オメガマンの代役って、オメガマン、オメガケンタロス星に行ったってことですよね、これ。今いないってことは。ってなると、オメガケンタロス星に弟たち行ったじゃないですか、アリステラたちが。だからそこで、オメガマン出てなんかまたそんな一悶着の、そのなんか話みたいなのがあるわけですよね。で、オメガマンみたいなタッグが成立するのか、なんかフュージョンみたいな感じで、ドラゴンボールの。一個のオメガマンみたいになって、すげえ強くなるのかとか、なんかまあそこら辺は、なんか、ありそうな風になるんですけど。まあ、ここら辺はまだちょっと描写が多分出ないでしょう。ケンタロス星の話よりまでいかないんですね。で、この前ね、5番のスグル&ミートのところだけ描写なかったですよね。で、そこにフェニックスチームは来ないと思うんで、でそこにオメガマンがほう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 って来る可能性もなくはない。難しいところですね。そこ皆さんと思います。しかも、スグル&ミートなんで、ミート君戦わないでしょ、まだ。
玉砕クラッシュでしたっけ、なんかありましたよね。あの、ミートクの技。あと、バックドッグですよね。あれは出ないと思うんですよ。ミートクの。ミートク戦わせます、ここ、あの、大磯が戦の、あの、なんかリバイバルみたいになってるからって。いや、ミート死んじゃうでしょ。神様だとかって。ってなると、ここのミートくんは、あれでしょうね。あれか。ミートくん戦うのか。で、またなんかあの、キングズ100トンのあの、シーソーみたいな感じの技を神様の敵側が使ったところを、さってジャンプしてキャッチするのがロビン。で、ネプが来る。ロビンとネプがパッて言ってミートくん、キャッチして、元瀬との筋肉マンのあの話。かっこよく出るかな。猫も結構不遇なんだよ。SF プレイとかさ、やっぱり。でもその、ミートがもし戦った時はもう絶対そこでロビン出てくる。あれ、ロビンが一人でジャンプしてキャッチしに来るかな。もう一人来るんで、ここでウルフのウルフ予想はですね、ピーカーブーっていたんですよ。この前のなんか、ラージナンバーズの時の。あれいなかったじゃないですか。あの、ザマンのところに。いたのはあれだけでした。あ、ネメシスとネプじゃないですか。この、ピーカーブいないんですよ。ってことは、ピーカーブは赤ちゃんにまでさせられたのか、ザマンによって。が、残って、またスグルの仲間にはなりそうな雰囲気があるんですよね。だから、スグルがここに来るのは、ウルフ予想はですね、ピーカーブなんですよ。が来ると思ってます。で、なんかあるんじゃないかっていう。この予想はね、多分当たるんじゃないか。それはちょっとあの、スグルナだけに当たるんじゃないかなっていうのをやったことも、また、申し訳、申し訳、タグありました、ね。あのタグ見たいですよね、ブロッケンと当たる。ブロッケンと当たるのを一回やってまた出すか。で、そこが超人結命軍なんで、超人結命軍のとこ来たのどう？あ、サタンクロスか。で、サタンクロスと関係してる、といえば、戦ったザ忍者とアシアマン。ザ、で、なんだっけみたいになっちゃいましたけど。筋肉マンのあれですね。で、サタンクロスのところなんですよ。で、サタンクロスのところにいるのが、ソルジャー&フルメタルジャケット思い出した。ソルジャー&、だからアタル兄さん&ブロッケンのフルメタルジャケットじゃないですか。で、サタンクロスと関わりがあるのが戦ったザ・ニンジャと弟子の、弟子っていうかね、ある種の教え子のアシュラマンじゃないですか。だからサタンクロスのここのところにアシュラメンとザ・ニンジャがやってきますよ。多分予想。そうするとどうなります？超人結命軍じゃないですか。バッファローマンを除くね。バッファローマンがね、難しいんですよ、すごい。バッファローも前回のあの回で、なんか、正義超人側はスグルで、悪魔超人側のなんかすごいあのカジマのクソ時間持ってるあのエースみたいな、バッファローマみたいな描写になっちゃったじゃないですか。どこで出してくるかなんですよ。で、バッファローマンまで来るかな、サタンクロスのところで。で、そんな5人も集めます、ね、でも、あの、レオパルドンのあのベタベタさをすると、5人勢揃い、させて、なんか、うわ、超人、もう絶対超人結命が集まるネタはやりたいと思ってるんですよ。あの編集者。だって、ビッグボディチームで全部出したでしょ。で、フェニックスチームこれで、まあ、オメガマイガー出すじゃないですか。ってなると、ソルジャーチームも絶対集結させてなんかさせるよねって話になるじゃないですか。ってなったら、このサタンクロスの絡みは、やっぱりフェニックスチーム対ソルジャーチームあったわけですから、忍者と、あの、アシュラメンはやってくるはずですよ。で、あの、なんかね、肩当てとかの話もずっとあるんですよ。肩当て渡すんじゃないですか、サタンクロスに。あの、で、アシュラ、イズナ落としやるんじゃないですか、サタンクロスは。無限大落とし。落としじゃないんですけど、無限大人が。そこら辺出ると思うんですよね。で、あと、人形みたいなのがあるんですよ。人形でもサタンクロス分かってて。そんな感じで、サタンクロスの寄生虫がやられちゃうんじゃないですか、タッグマッチみたいになって。で、そこで、
アシュラメンとサタンクロスのトライアングルドリーマー出るみたいな。完全になんかいろんなものをね、ぶん投げていて、どれか当たったら来るって言ってたんですね。で、これあの、サタンクロスの相手とかマンモスマンの相手なんですけど、これね、ゆで理論があるんで、マンモスマンの相手は多分ね、獣の神みたいな、なりますよ、絶対。あの、獣の神様みたいなのやってきますよ。で、サタンクロス側は多分忍者の神様みたいな、なるんじゃないですか。とビッグボディは知性とビッグ合理的だからな、なんか戦略の神みたいなのが、なんだろうな、合理的の神に似てるのってなんだろう、なんかそういうのが来ますよ、やってみますよ。あと残虐の神が浮いてるんですよね。残虐の神どこに入ってくんだっていう、ソルジャーの中に入ってこないでしょ。ソルジャーがやばくなるのかな、これ戦ってとかで力を貸してやろうかみたいななるのか、本当のあのガチソリッドチーム、あれが出て戦ってボコボコにされるみたいなのもいいけどね。ちょっと見たいな、シャークのね、どういう技出すのか、そこら辺もあるな。ソルジャーのところで本物のソルジャーやってくるみたいな、あいつだけ死んだまま終わるってちょっと変ですよね。あとスグルが全部ペースぐらして使い出したっちゃう。で、今回みんな生き返ってきてるわけじゃないですか。うん、そこら辺で。その他のところは、だから今度は今、ニューマシンガン、テリーとジェロニモとか、ラーメンマンとウォーズマンのコンビみたいなのとか、あれがどうなるんでしょうね。この今、フェニックスチームがなんか勝手に一人戦っちゃってるんですけど、あれが終わったら、正義超人側が戦う話みたいなのがあるんですかね。そこがちょっと、今回の展開であれ組むのかと思ったんですよ。フェニックスチームとその二人で、なんかシックスメンタッグマッチってなんのかなと思ったら、何が違ったって。で、タッグのところはフェニックスとビッグのところだけ。あとスグルのところですね。スグルってかね、多分これは一点張りで大丈夫ですよ。ピーカーブーで一点張りで。他出てきます？まあロビンか。またはロビンだよね。ニートのところをキャッチするっていう描写だよね。描写をオマージュさせてるからね、編集者は。だどこの昔のあの、大磯田さんのところを拾ってこれるかっていう、戦いなんですよ。我々読者。あと、もうちょっとだけ、ここら辺の描写出るだろうなっていう。どこも、あれですね、万力のところのミートのところとか。でも、ウォーズマンは、他のとこ行っちゃってますから。助けに来ないだろうし。何気にザ・サムライ出す説っていうのはどうですか？これちょっと面白くないですか？もうバレてんのに。なぜかネプがザ・サムライの変装をしてやってくるっていう。なんかよくわからない。粉投げてくるっていう。どうですかね？奇跡の灰みたいなやつ。ザ・サムライ出てきてほしいですよね。もう今、大磯田さんのオマージュやるんだったら。それは見たいな。あと、大磯田戦のやつだと何でしょうね。みんな、ジェシー・メイビアを出してもらいたいという、ちょっと、こう、うっすら願望を持った人たちがいます。今回あれ出てこなかったからね。あ、カメハメ師匠。カメハメ師匠はどうなったんでしょうか、あれ。カメハメ師匠はさすがにお年で、あっちのあの世側にいるんですか。でも戻ってきたんですか。あのね、筋肉マンの超人の生き返ったり生き返んなかったりが分からなすぎなんですよ。なんか分かんないけど。多分、スプリングマンの順に行っちゃったんですよね。あれで、負けたからこのまま。ってなると、アシュラマン死んでるってことですかね。なると、こう戻ってこれないんですけど、ジャスティスマンと戦って、ジャスティスマンはね、なんか結構優しいんだよね。何気に殺さないんですよ。出血もだからそこら辺でアシュラメンは生きかろうじて生きてるみたいなね。であと逆にその生き残ってたやつはまあブラックホールですよね。ブラックホールがこの前ペンタゴンとのなんかよくわかんない感じのコラボを果たしたんで、四次元殺法コンビ復活というね、なんか今回ここで起こるのかってなるけど、これ大磯田さんとあんま関係ないんだよ。今回、大井相田戦縛りでやるから、あ、マリポーサ。
マリコソコも勝ってましたね。そう。ミスター VTR とか結構強いからね、技の使い方によって。ミキサー体系とかだからね、中入れちゃえば、パワー分裂できるから、イエス、この私なら、っていう、あの名言なんですよ。キングザ100なんであれで副賞やっちゃったのっていう。あいつそんな強くねえ。あ、マリポーサか。ロビンとマリポーサがミートキャッチするんだ。ジャッとやって。で、ヌスットジョージ&ロビンコンビみたいな。ここが生きてくるかな。なんか、ロビンとマリポーサがミートキャッチするっていう予想したね、さっき。で、まあ、ロビンとマリポーサといえば、まあ、因縁といえば、あの、アロの杖ですね。アロ、アノの杖。多分あのアロの杖です。あの、火が出るやつです。ユニコーンヘッドです。で、その火のなんかあれ、だって、なんか、すげえ裏技アイテムみたいなアイテムじゃないですか。あのアイテムは私が授けたんだみたいなやつが敵なんですよ。このスグルーミートのところ。で、やっぱロビン伝説っていうのがあるんですよ。ロビン伝説。ブルーの中で。だって、知ってます？マリポーサは神の1億パワーじゃないですか。を、96万パワーのロビンが倒すんですよ。これ。他の、そのボス級のは、あのビッグボディでさえフェニックスに倒されてるんですよ。だから1億パワーが1億パワーにやられただけじゃないですか。ゼブラとかもまあ、あのスグルがやってますけど、まあスグルはもう主人公だからいいじゃないですか。だけどですね。マリポーサの1億パワーは、スグルが倒してないんですよ。ロビンが倒してるんですよ。で、筋肉マンチーム勝ったんですね。だってスグルもやられちゃったからな、初めて。ミキサータイトルやられてる。だから、もうロビンは神の力なんですよ。神の力持ってるのはロビンですよ。で、ロビンパワーってのもあるんですよ。ロビンパワー全開っつって。あ、そこも回収しにくいんだ。ガラスを集めてベルを作るんですよね、ロビンが。で、やって、ビッてやってまんまそんなことがあってるんですけど、なんでロビンパワーってなると、これが筋肉マン2世の、なんか、なんとかネイル、ストロームパワーみたいななんかあるんですよ。息子のケビンマスクが身につけた、カジマのクソ力みたいなやつ。やっぱロビンはちょっと一味違うってことなんですよね。だって、神の力倒してますから。で絶対死んでないんだよ。っていう、そこら辺だろうな。まあ、ここら辺をちょっとばらまいてみて、あとはまあちょっと、次回のね、筋肉マンの展開見ながら、ちょっとね、編集者とのこの読み合いをね、ウルクは、勝手に楽しもうと思うんですけど、やっぱ筋肉マン読者の皆さんが、ああじゃない、こうじゃないっていうのを、またコメント書いてもらうと、ちょっとウルクとしてもね、ああ、なるほど、そこか、という。やっぱすげえな、ね。やっぱ筋肉マン昔から読んでる人たちは、あそこも来るか、みたいな。ところで、ちょっとね、編集者とヒデ先生に、一泡、ブーの音を、出ないほどのやってやりたいと思うんですよ。でもあれは出ると思うんですよ。フェニックスの五体肺骨折みたいなやつある。なんかああつって体から骨だけを抜き取るみたいなのでバネを抜き取ったやつ技があるんですけど、あれもあるし不死鳥乱心派も出ると思うんだよね。不死鳥乱心派も出る。やっぱそういう技と。オメガマンの戦い見たいかな。変身能力あったら無敵なりスプリングオメガ。オメガマン。オメガカタストロフドロップ。となると、ジェロニモンとの絡みとかもある。マシンガンがただの、あれでしょう、カマスイングでしょう、今回は。この前みたいにはいかないぞ。それに関係してくるのはアシュラメンとサンシャイン。で、タッグ編の方に流れれば、さっきのブラックホールとの、ペンタゴンの4次元殺法コンビの下り。さすがにビッグザブドウは出てこないけど、ネプキン出ますよ。ネプキンは出ないでしょ。ザマンは出てくるんですよ。ザマンの、ストロングザブドウとネプのヘルミッショネルズっていうのはもしかしたら出るかもしれない。この後。
やっぱタッグマッチの絡みも出るかもね、この後ね。ということで、今回のキニムラジオすっげえ長くなりましたよ。こんな感じでやってました。まあ、ハロウィン予想。ということで、ウルフックのコーナーでした。